あなたに会いたい夢の中へ。こんにちは、増山玲奈のドラゴンジャーナル。つながれつながれ、心の中にあるドラゴンジャーナル。こんにちは、映画監督の増山玲奈です。本日は私、ユーラシア国際映画祭の代表も務めておりますが、 Me Too 映画祭を行いまして、ハリウッドから端を成した女性たちがパワハラ、セクハラを訴える Me Too についての映画祭でした。その中からシンポジウムに参加していただいて、枕営業の実態、そしてグラビアの過剰な露出の強要などを経験された女優の石川由美さんのご発言を紹介させていただきます。グラビアの仕事を結局私は10年ぐらいやっていたんですけれども、その間で DVD を30本ぐらい出させていただいたんですけど、やはり辛い仕事でした。で、お給料もしっかりとは最初はもらえずやっていたので、でもそのやり方がやっぱり、そのやる気があるなら脱げるよねとか、あなたは脱がないと仕事がないとか、あとはお金の話すると怒られたりとか、怒られるというかやる気がないとみなされたりとかするような環境の中で、自分でもう判断がつかなくなってしまっていました。当時はすごくやっぱり辞めればよかったじゃんって言われるんですよね。そこから逃げなかった自分が悪いじゃないですかってすごく言われるんですけれども、この間アラーキーさんも告発あったじゃないですか。香織さんという方がアラーキーさんのミューズということで長年、本意ではない写真を出されたりとかされていたということで、またちょっとそれで MeToo が少し盛り上がったという言い方変かもしれないですけど、また少し話題になってきたと思うんですけれども、その時もやっぱりあんまり、なんでしょうね、言い方悪いですけど、多分そこまで考えていない方の意見は、なんで辞めなかったのか、なんで居続けたのかっていう意見がすごく多かったんですけれども、やはりその尊重されない自分が、人から自分が尊重されていないもののように扱われるという状況になった時に、自分も自分のことを尊重できなくなってしまうんだなと私は思っていて、なので香織さんが逃げられなかった、辞めるという判断ができなかったという気持ちがすごく私は理解できるというか、分かるなと思って、ただやっぱりそのたくさん批判的な意見が、なぜ逃げなかったのかという意見をもらうと、さらにどんどんその本人は傷ついていって、さらに多分逃げれなくなると思うんですよね、その状況から。そういうなセカンドリップっていうんですか、みたいな言葉をかけることによって、どん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 もう負のループになっていくということが本当によくあるなと日本では思うので、それもやっぱりあんまりなんか Me Too盛り上がらないって言わないでとか言われるんですけどけど本当に海外と比べて盛り上がってなさすぎると思うんですね、私は。ありがとうございます。本当に今回の Me Too の記事を書いて、結構なことを書いたんですよね、自分的には。その今まですごく恥ずかしいと思っていたことを、自分がみっともないし、やっぱり性接待を強要させられて受けてしまった自分っていうのはすごく自分の中で恥だったので、それを世間に出すなんてやっぱり怖かったし、けどもう二度と同じことを起こさないために今言うべきかなと思って言ったんですけれど、芸能界はもう本当にだんまりですよね。ほとんどフライデーさんが取り扱ってくださったのが本当にすごいありがたいなと思うんですけど、本当にもう何でしょうね、キャスティングする人たちとか監督さんとか映画会社の人とか全然本当にだんまりで、ただやはり選ばれる側、女優俳優さん、男性もなんですけどとかは、個人的に連絡をくださったりとか、ああやって言ってくれてありがとうとか、でもやっぱり私は言えない、もう仕事がなくなってしまうから私は言えないけど、
応援してるとか言ってくださるんですけど、まあ本当に日本は全然で、そうなってると海外の方からすごい来まして、取材とかが。この間フランス女優の深月ゆりやさんは、女優として、そしてレースクイーンとしてオーディションに参加した際、スポンサーやプロデューサーからセクハラを受けた内容を告発してくれました。国内でも告発された先生ですが、そうです、先ほど説明責任ということをですね、この岩先生がおっしゃってましたが、私が深月事務所というキャスティング会社経営者の立場から、そして自分自身もモデルや、少しレースクイーンやグラビアもやったことがあるんですけど、そのプレイヤーの立場から申しますと、現場によっては本当に説明されていない現場も非常に多いですね。これはフライデーさんの記事により詳しく出ますが、例えば、今話題のレースクイーン、ブリットガールが廃止になるという話がありましたが、そのレースクイーン業界の裏が本当にひどいですね。私が20代、21、22ぐらいのまだ若かった頃に、レースクイーンに代替すれば有名になるし、グラビアもどんどん出るし、映画の依頼バンバン来るよと、その時一番最初に入った事務所の社長に言われまして、それで誘われたのが、西谷さんのこの辺ですね、この辺のとある喫茶店で待ち合わせをするレースクイーンオーディションですね。でその喫茶店に、女の子10人ぐらいで行ったんですけど、30分待っても1時間待っても誰も来ないんですよね。ひたすらそのオーディションの審査員とかスポンサー待っていたんですけど、私結構その時だけ強気な女だったので、なんか失礼なやつだなと私たちを何だと思ってんねみたいな風に思ったんですけど、その時その事務所以外どこも知らなかったので、芸能界でもまだよく分からなかったので、ひたすら待ちました。それでその喫茶店にスポンサーが来たよって社長から連絡がありました。でもそう、喫茶店にそのスポンサーたちは来なくって、結局乗せられたのが、おかしな車のタクシーが2台ぐらい乗せられて、で西谷さんのとある高級マンションに行ったんですよね。でその西谷さんの高級マンションで、じゃあ今からオーディション始めるよと言われました。でちょっと水着になってねと言われました。それで女の子10人ぐらいで、一人一人自己紹介を3秒でしただけです。はい。であんだ、こんな簡単なんだの、もう一度こんな開けなくって済むんだなって、その時はすごく不思議に思いました。でもその時事務所の社長に言われたのが、いやいや違う違う、これからが本番なんだよと言われました。そしてその西麻布のマンションに宴会場がありましたね。でお家を参加者の女の子たち、私含めてその10名ぐらいがその宴会場に行って、水着のままその大勢のスポンサーたちを接待させられることになりました。これはちょっと先ほど小岩先生がおっしゃったように説明責任が全くなってないと思うんですよね。オーディションというと、もちろんレースクイーンで何が必要かというと、滑舌、あるいは美しさ、スタイル、プロポーション、これは必要だと思いますよ。はい。しかしながら、ピンク宴会コンパニオンのような接待能力とかコピーを売る能力、果たしてそのレースクイーンという仕事に必要かどうかというと、必要ではないと思うんですよね。マネキンのような仕事ですから。それで結局その宴会場で、私もよく分からず接待に付き合わされました。で中には、英子武田はねだんだん盛り上がってくると、そのスポンサーたちが、服を脱ぎ出して裸踊りをしだして、それで社長に言われて、その女の子たちがスポンサーの背中を拭いたりしました。そしてはい、あーん食べてねみたいな行為もやりました。その宴会会場には、もう一つ、小さな小部屋がありまして、気に入られた女の子たちはそのスポンサーと一対一でその小部屋に行って、何があったかは多分ご想像がつくかと思いますが、そういったことが平気で芸能界で行われているということですね。MeToo 映画祭の協賛企業である黒岩隆医師によるご発言もお聞きください。黒岩先生は多くの AV 女優の方などの声を聞き、診察をされてきました。言えることは、じゃあ芸能ってなんだということでね、これはいくつか分かりますので、一つは歌はとにかくもう太ってようが見かけが男だろうか女性だろうが見かけがぐちゃぐちゃだろうが声がとにかく消えて、これは
まくいきますよね。それからもう一つは、性を売るっていうところとでもあるよね。例えばジャニーズさんね、イケメンの男の子たち揃えてる。可愛らしい。あれ、すごい失礼でかつ、ぶっちゃいくの男の子は、基本的にはジャニーズさん入れないわけですよね。だから女性が考えると、なんか急に、わっ、やらしいって感じで来ちゃうかもしれないけど、どうしても、販売を誰に売るかっていうところも、まあ、会社が考えることは分かりますよね。可愛い男の子たちを揃えることによって、女性のファンからいっぱい商品を買ってもらいたい。それから今度は、可愛らしい女の子をいっぱい出すことによって、たくさん男の子たちから、今度は、商品を買ってもらいたい、プライドが。ね、そういうなんか会社の考えるのが分かる。とはいえ、問題はでも、じゃあどうするか、性を売り物にして、さっきのご意見はそうですよね。じゃあ、やめればよかったじゃん。ね、そんな性を売り物にしてるんだから、性ってセックスじゃないですよ。何ですか、男性性、女性性の性ね。だから、しょうがないじゃないか。でも、違うんです。ね、さっきのはね、アカウンタビリティとインフォームドコンセントを不足してるんです。アカウンタビリティというのはちゃんとした説明責任。あなたはこうこうこうで、次回はこういうスタイルで、写真はこうで、こういう服装あなたは今回着ます。それで、DVD 出す予定だけど、もしよかったら出ませんか。その時あなたにはペイメントはこんだけあり、またはこんだけしかなくないよ。その代わり将来売れたらあなたが楽しいかもしれないし、でもどうしても嫌だったら無理にはいいよとか、ちゃんと説明をした上で、じゃあ私それやりますとかいう、このアカウンタビリティ、説明責任のことなんですが、これはすごい不足してますよね。そして当然インフォームドコンセント、そして本人が同意をする、そしてその説明の中と現実が違ったら、これは外国でも、実は外国でもしょっちゅうあるんですが、僕なんかは言葉で、It's not my liability とか、なんかもう結構言うんですね。これあなたの責任だ、あなたの説明責任だっていうことをしょっちゅう使うから、で日本人そこまで言うのかっていう目で見られるんですけれど、というのはことなんです。だから成熟社会を作っていけば楽しい芸能界で、だって実際にはなんかこれで、ね、テープ撮ってるけど、でも面白いことやるとつまんないよね。 AKB さんとかね、可愛い子があんだけいて、みんなが可愛らしい衣装着てね、踊っていれば、だけ売れるわけです。で一人の一人の顔が綺麗なのかどうか、または一人一人が歌が綺麗なのかどうか、これ、関係ないわけ。みんな可愛くてチアだから売れるわけで、同じような男の子たちも出るかもしれない。実際に AKB のファンはほとんどが男、もちろん女性もいますよ。今の時代はユニセックスであるし、ミドルジェンダーの方もたくさんいる。その中で私たちは大いに女性性も楽しみ、男性性も楽しみ、そういった社会が出たらいいなというふうに思うんですね。まあ、この間もちょっと財務の時間の件は大変残念に思うんですが、女性の社会進出が進むスウェーデンから MeToo 映画祭にゲスト出演していただいたのはアイナ・ダレトフトさんです。 MeToo 運動、スウェーデンでどのような動きを起こしているのかお話をいただきました。立ち上がってというのは本当に立ち上がるという意味と、それから明確に自分のことを話すという意味だと思うんですけれども、それぞれの人たちがその自分の経験談について話をしました。One example, 例えば when one actress said, when 10 years ago I came here, I wanted to be an actress. はい、一人の女性は10年前にここに来て、女優さんになろうとなりたいと思いました。はい。The boss will force her to sexual intercourse to get the job. 仕事を得るためにボスが自分と性的な関係を持つようにという、そういうパワーをそういうことを強要されました。That's just one example. それは Every woman will read one experience. それは、まあ、その人の経験でありますけれども、それぞれの女性がそれに似たような経験を持っています。Two days later, 2日後に All the singers of the opera came out. Female singers.すべての女性のオペラ歌手の人たちが今度はそれについて自分の経験について話し合いました。Then came the lawyers. そしてその後は法律家の人たちが話をしました。Out officially. それは何て言うんですか、自由。はい。
in papers, in television, in social media. 新聞やそしてテレビ、そして全て の社会的メディアのところで それについて話を始めます。After that came more groups like doctors. でその後ではもっと他のグループたちもその活動を始めました。例えばお医者さん、journalist、はい、ジャーナリストとか、social worker、ソーシャルワーカーとか、はい、women in the army、軍隊にいる女性たちとか、and down to the school system in high school、はい、girls in high school、高校の女子高生たちにまでそれが広がりました。So then it was very clearly seen. You can see this is not one rape in the street. This is about a structure in a society. そしてそれは、どこかのただ一つのレイプケースではなくても社会的な活動というふうになりました。This is from television. これはテレビのショーからです。All channel.Very many interviews, discussion. すべてのチャンネルでたくさんの、インタビューとかそれから、ディスカッションが行われました。This is our equal gender minister. この方が私たちのなんて男女差別のなんて言ったらいいでしょうか。そこの、トップの方ですね。政府にそういうなんて言うんでしょうか。なんとか賞っていう方に。そういう男性と女性を平等にするというそういう賞があってそこのトップの方ですね。はい、大臣さんですね。はい。So this was maybe one of the biggest outspeaking in politics. There were many female also speaking up. この方が口火を切って大勢の女性たちがそこで自分たちのことを話すようになりました。And all parties.Will take it up, discuss it in newspapers, television, and so on. All political parties. Yes, all political parties. すべてのそのいろんな政府のいろんな省ですね関係者その人たちがそれについて話をするようになりました。Some male politicians had to leave because they had done sexual abuse on.Colleagues in the same party. 何人かの男性の、政治家の人たちはもうその仕事を辞めなければならなくなりました。なぜかというと彼らはその自分 の, その 政治の同じなんていうの Just wait. 同じ党ですね。党の中でそれが出なかった。党の中で他の人たちにも、に対してなんかそのセクシャルハラスメントのようなことをしたせいで。その党を離れなければならない人がいました。There were several in media, television, journalists that also had to quit the job. そして何人かのそういうメディアの人たちもその仕事を辞めなければならない人たちが出ました。But what also came out of it, this minister said, it's important that it will not just be hashtag. That.Before me too? Hashtag. Not just a symbol, we want action. じゃあその Me too というのはただ単にシャープのような模様のハッシュタグというそうですけれどもそれだけのことではなくて本当にちゃんとした活動を起こさなければならないということになります。So, we have now more money for the centers for women, like in the films.That's needed for violence. We have center for violence、mm-hmm. in Sweden. Center for violence? Center. Ah, okay. Center. はい、はい、分かりました。はい。その暴力とかそういうことに対しての、その女性救済センターどうですか？そういうものに対してのお金、you spend more money for center. Government put more money up. 政府はそのためにもっと費用を費やすようになりました。And we also had money, extra money for education in the school. We already have sexual education, but now more money to where is the border between man and women? すでに性的な教育は学校でなされていましたけれども、それよりももっとたくさんのお金を費やして、そしてもっと性的な教育について
で、そして男性と女性の違いについてももっと教育をする、そういうシステムがになりました。 Or you could say, where is the border between victim and power? そして、犠牲者ですね、犠牲者とそれからその力のそのボーダーというのは何だろうかということを教えています。And one more thing changed. もう一つ変わったことが、and that is the more sharp laws. We changed the law a bit sharper. もっと、法律を厳しくするその必要があるということに気がつきました。We have always had, like in the films, of course it's a crime with rape, but now.We have a law that will start 1st of July that's called the consent law. It has to be a yes, clearly. I want to be with you. 今までもすでに、そういう法律はありましたけれども、7月からの法律というのは、本当に女性が本当に望んでいない、そういう性行為というのは、それは、is that a crime?From July, if the woman doesn't hold, if a man address me, or a woman jump on a man, very rarely, it's a crime to not respect the other person. まあ今彼女はちょっと冗談っぽく言いましたけれども、女性が、好まない性行為をに巻き込まれること、または、女性が男性にを、まあ、そういう形で、レイプまでいかないんですけど、女性の方からアプローチするとか、そういうこと、is it a crime? From 1st of July. 7月1日からそれが犯罪という扱いになるという、そういう新しい法律だそうです。This is people that also came up to support. This is the Swedish queen. あちらは、as her daughter, the next queen.あちらは、スウェーデンの女王様と、それからそのお隣にいらっしゃる白いドレスの方はそのお嬢様で、次の女王様になられる方だそうです。はい、so right now the power is in her father, but next generation there will be a woman leading in power. 今は、you mean that? It's changed. Yeah. No, not husband. Victoria、uh-huh. will run the country.Will. Husband will come behind. Present situation now. The region now is a king. Married to our queen. Yeah. Okay. 今はそう、you know that queen has left his queen. Yeah. Today, mm-hmm. next queen will be Victoria, but her husband will not be king. 今はあちらのあの女王様のご主人様が。そのスウェーデンで最もパワーがあるあの王様だそうですけれども、その後にはこの、王家の、お嬢様であるビクトリアさんが、その、王位継承をされるそうで、その場合このビクトリアさんのご主人が王位継承されるんではなくて彼女ご自身があの継承されるということになっているそうです。 And they really supported the Me Too movement officiallyThey support. Yes. 彼らがもうあの公的に、その Me Too の活動についてあのサポートしているそうです。What was very important, but also that famous male came out and supported. 有名な男性が、その Me Too をあの、支持する。ということがとても大切で、そういうことが起こっているそうです。Not just support, they were also reflecting. What have I done? そしてそれだけ。When did I cross the border? そして、指示をするということだけではなくて、自分のことを振り返って、そして過去に何かをしてしまったことがないだろうかと自分を振り返る、それも大切なことだそうです。So it has been a good social discussion. そしてそれがあの公的な、大きな論を読んでいるそうです。This is from last week. これは先週のことです。We have like Oscar festival, the film festival. We have in Sweden a small.
アメリカのオスカーフェスティバル、映画祭ですか、オスカー賞とかっていうのはとても皆さんよくご存知だと思うんですけれども、それと似たようなお祭りがスウェーデンにもあります。 So on the red carpet, レッドカーペットの上で50 women dressed in black, 黒いコスチュームに身を包みまして、Coming in, one drummer in the start. ドラムを叩く一人の人が、はい、入場されまして、And silent women walking in. そして、女性たちは沈黙のまま入場しました。The message is, そのメッセージは、Women will not be silent any longer. 私たちはこれからはもう沈黙していることはありませんというのがメッセージだそうです。And this is a lady I'm very happy. She's in Swedish government, foreign minister. まあこの方がスウェーデンの外務大臣でいらっしゃる女性で、私は彼女がとても好きですっておっしゃってます。We have a government 50-50 men women. まあ国会議員さんはちょうど女性と男性の比率が半分ずつだそうです。And the first country in the world, that's why I'm proud. 一番最初に Even if we are a small country, I think it's important. 一番最初に女性と男性の国会議員の数が、同じ人数になった国、スウェーデンが小さな国であろうと、私はとてもそれを誇りに思っております。We have a feministic foreign policy.私たちは、まあ、女性にも I don't know how to translate them. You can read it in our government's page in English. なんていうんですか、スウェーデンの、政府のページを、英語で読んでみてください。So in all meetings with foreign ministers in the world and other work,With foreign minister, foreign ministers, 外務大臣と and as a work with whom all the staff around in Sweden, you mean? No, all countries. Yeah, when you meet other countries, the feministic issue will be on the table, in the papers, on the agenda.外務大臣の方が世界中のいろんな人と会うときには常にその女性の問題っていうのは必ず定義されるそうです。 So like first film you can see women and all men in war that will be on the agenda. How are we taking care of women and children in the war especially? 最初の映画にもあったんですけれども、 in warLike in Syria right now, okay. It's on the table. 戦争の時に男性がいかに女性やそして子供たちを扱うかというものもその政治的なその、書類のところに書かれているそうです。Like trafficking and different laws are discussed. Many things have been achieved in just 3 years.多くのことはトラフィッキング、すいません、ちょっと私、ヒューマントラフィックですから、あれは、人身売買ですか。人身売買とかいろんなことがその3年の間にチェンジだろうって。No? Stop the way you said human trafficking and other things. What did you say? Yes, that is on the agenda when foreign ministers meet. それが、必ず、外務大臣が会うときには必ずそのトピックが紙の上に書かれ書類の上に書かれているということです。So this is the last picture. I just want you to have a face. Her name is Margot Wallström. Sorry, please talk slowly about. Her name is Margot Wallström. You will not remember, but maybe picture.名前がちょっと難しいので名前を覚えられないそうですけど、マルゴット。Sorry, Margot Wallström. Wallström. すいません、私今一応言いましたけど、覚えられないかもしれませんが、まあ、名前はともかくとして、彼女の顔を覚えておいてくださいということです。So, even if we are a small country, スウェーデンというのは小さな国だと思いますが、through Me Too and Internet, it becomes global policy. しかし、インターネットを使って、その Me Too を通して、世
世界中に知られている、そして世界中とコミュニケーションしたり、そういう国になっています。 So thank you. ありがとうございます。Sharing to speak. 今回の MeToo 映画祭は35年間東京にて性犯罪の被害者の方々の声を聞いてきた東京強姦救援センターさんの主催で行うことができました。こういった芸能界の告発、そしてさまざまな立場にある女性や弱者の方の声をともにまた行おうということになりました。ぜひ皆様もこういった体験があるなど告発を私どもに寄せていただき、一緒に社会をより良いものに変えていただくようにお力をいただけるようにお願いいたします。最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございました。